はい、どうも皆様、アーサーです。ポケットモンスターソードシールドやっていきます。よろしくお願いします。今回はですね、なんとただいまワイルドエリアに巨大マックス EV が出現しているとのことなので、まあ、早速ですね、そちらの方を厳選および入手やっていきたいなと思っております。で、一応目標としては 6V を厳選するつもりですね。 6V 巨大マックス EV 果たして入手できるのか。で、まず最初にですね、 EV の巣を見つけるところから始めます。願いの塊を投げて巨大マックス EV が来るまで、まあ、粘りましょう。来ましたね、巨大マックス EV。 ただ星が4つですね。なので今からこの星を上げましょう。まずみんなで挑戦を選択、その後ホームに戻って設定で本体の日付と時刻を1日経過させます。まあ、そうすることによりこの EV の個体も変わって、はい、星5になってますね。で、星5の EV が来たらレポートを書きます。で、準備 OK。 早速挑んでみましょう。まあ EV なんで無限ダイナでもいけると思います。多分そんな強くはないと思うんでね。おお、かわいいですね。すごいモフモフ感が半端ないな。パーティーメンバーはまあ悪くないですね。まあ、EV でも 6V を厳選する必要性はあまりないか。 A 抜けでも十分っちゃ十分っすよね。まあ、ただせっかくなんで、まあ、6V を、まあ、厳選していこうかなと思っております。何回で出るかだね。巨大マックス個体は星5の場合ヒットポイントも多いんでね、1回回すのに時間かかるんで、なるべく早めに出てほしいところではあるが、今回格闘タイプいるのがいいですね。でもそんな技は厄介なの持ってないね。うん、無限ダイナのダイマックス砲でも十分ですね、これ。特に専用のポケモンを準備する必要はありません。さあ、これでバリア剥がし、ここでますますダイマックス砲がダメージ取っちゃうね。で、またバリア張っちゃったね。まあでもこれ勝てそうっすね、余裕で。巨大砲用、うん、全然火力高くない。これ余裕ですわ。ダイマックス砲、次で決まるかな。当たらない。リベンジ。さあ、これで捕まえられますね。で、ここは問題。ピックアップ中のポケモンは捕獲率 100% ではないので、まず最初はマスターボールで確実に捕まえます。他のボールだとね、逃げちゃう可能性があるのでね、逃げた場合また最初から戦わなくちゃいけないので、まあそれは面倒ですよね。なのでここはマスターボールで 100% 確実に捕獲していきましょう。巨大マックス EV ゲットだぜ。でも俺、問題は、まあ、これが何 V か、まあ、一発で 6V 出てくればそれでいいんですけど、このゲームはそんなに
うまくはいかないからね。あー、 5V で S 抜けか。あー、これは微妙なのでレポートは書かずにリセットしましょう。でもう一回やり直す。でまたこの画面に戻るので、まあ、みんなで挑戦選んで設定で日付と時刻を1日経過させこの答えも変えます。で次は星4。星4はいい答えではないのでもう一回やりましょう。でまあこれを繰り返してですね、まあ、いずれは 6B が来るはず、まあ、確率的に言ったら、まあ、32分の1ですね、うん、お星5来た。で星5来たのでレポートを書く。まあこれを繰り返すだけです。はい、さあ 6V はいつ来るのか。6回目のマスターボール。ピカチュウが何回出たんだっけな、確か10回くらいで出たんですよね。まあ EV もそれくらいで来てくれたら嬉しいんですけどね。32分の1だからな、下手したら32回やっても出てこない場合がある。こればかしは運なんで何とも言えないですね。まあ、ただ回数を重ねていけば確率も上がるんでね、その分。さあ、お来た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 、あ早かったな。あー来ましたね 6V が。あれてか俺これレポート書いたっけ、戦う前。やべえ、書いたっけ。これ書いてない場合まずいことなんだな。でとりあえず本体の日付と時刻戻します。今6月1日になっちゃってるんで戻して、うわー、レポート書いてた場合はあれなんですよね、同じ答えが来るはず。ただ書いてなかった場合は、1個前の答えが来ちゃうから、1個前の答えは確か B 抜け 5V だったんですよね。だからまあ必ずね、あの星5が来たら、まあレポート書くようにしましょう。書いてると思うが自信がない。うわこれ怖えな、せっかく早く来たのにな。書いてなかった、レポート書いてなかっただけでまたやり直すことになるからな、恐ろしいわ。さあこれで、じゃあその前に何のボールで捕まえるか。EV だからな、ラブラブボールはもったいないしな。ここはシンプルにモンスターボールでいいんじゃないですかね。シンプルイズザベスト。まあ、ただこれが 6V かどうか分かんないんだけど頼む。捕まってくれ、いいよ、そのまま入って。さあ、まあ、ここまではね、まあ、順調ですね。あとはこいつが 6V かどうか確認するだけ。さっきの直前にレポート書いてたら 6V ですね。書いてなかった場合は1個前の答えが来ちゃう。頼む。あーよかった。はい、
これでまあ無事 6V 巨大マックス EV ゲットしました。モンスターボールいいですね。いやーよかったです、ほんと。まあ多分使うことはないんでしょうけど、まあ、巨大マックス EV とかは貴重なんでね、まあ、皆さんもぜひ入手してみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。